皆様こんにちは。この動画では張り替え本舗金沢屋の加盟店売上2022年4月のトップ3をご案内させていただきます。まず第3位の加盟店さんの売上高をご案内いたします。売上高が965万3532円となっております。この加盟店さんは開業して5年を迎える加盟店さんでございまして、実質お一人で運営されている個人のオーナーさんになります。この960万円の売上高の内訳ですね、襖障子網戸ですね、ご自身で手を動かして張り替えで作った売上高が182万3000円、残り782万9000円が張り替えから発展をしてご注文いただいたリフォームなどの売上となっております。続いて第2位の加盟店さんの売上高をご案内いたします。売上高が1115万6333円となります。この加盟店さんは開業して7年目を迎える加盟店さんになります。従業員さんを雇用して法人で運営をされている店舗になります。この1110万円の売上の内訳ですね、張り替えで上げた売上が590万2000円、残り525万4000円がリフォームなどの売上となっております。それでは最後第1位の加盟店さんの売上高をご案内いたします。1294万4725円となっております。この加盟店さんは開業して4年目を迎える店舗になりまして、まあ従業員さんを雇用して法人で運営をしている店舗になります。この1290万4400円の売上の内訳です。張り替えでご注文いただいた売上が605万5000円、残り688万9000円がリフォームなどでご注文いただいた売上となっております。以上が張り替え本舗金沢屋の加盟店さんの2022年4月度の売上トップ3のご案内となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。